ヤガチャガチャンネル。あそっから屋敷ツアー。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、アンチャデッド改造ごと最後の秘宝ですね。さあ、で急にね、前回衝撃の展開から子供時代に戻ってしまいましたね。何がどうなってるのかよう分かりませんが、この屋敷の中をとにかく、まあでしょうね、忍び込む人間の動きじゃねえよ。試してみただけで、まあとりあえずどこかしらに案内してくれるんだと思うんだよね。え、そこ登る必要あった？あー、ごめんね、電池が少なくなって。あと2本分持ってくれよ。裏を見てみよう。裏、おい姉さん見ろ、窓が開いてる。本当だ。あ、どこ？こっちだ。全然わかんない。手を貸せ。うい、どこの屋敷なんだこれ。いや、Cさん、お、え、あれだな、子供ネイト、いろいろ動きに制限があるな。はい、で、あー、そこが開いたのか。ずっと干渉し合ってんな。全然入れねえんだけど、なんだよこれ。よいしょ。ほう、部屋の目星はついてるの？本とか日記とか論文とか紙系、そういうやつを探せな。はあ、よいしょ。違うね、うん、何もない。まあとりあえずこう言われた以上はそこら辺を散策するモードなんだろうな今。なんもない。水筒ばっかじゃね、この家。お、読む。エブリン女子、私は、南波健一郎と申します。先週冒険家ロッチにて、最近沖縄沖で発見された徳川時代の鎧に関するあんたの講義に参加しました。群衆の見下すような質問には驚きましたが、発表は実に興味深いものでした。業績に対する名声と敬意は人種や性別の影響を受けるべきではないと私は信じています。その点ではあなたも私も苦労してきたのではないでしょうか。今回あなたに手紙をしたためているのはフランスの甲冑を手に入れたからですが、年代や生産国は定かではありません。もしお時間があればあなたのような専門家のご意見いただきたく思います。厚かましいお願いで申し訳ありませんが、1ヶ月で私はこの町を後にせねばならないのです。9月にはバイキングの、墓地遺跡を研究するためにアイスランドに赴かねばならず、残念ながらあなたと話す機会がなくなってしまいます。ご連絡いただけるのであれば、私はレノックスに滞在しています。あなたのご連絡を心よりお待ちしております。南波健一郎。はあ、日本人の文献が初めて出たね。へえ。まあ冷静に考えたら遅から早から出ても全くおかしくないデータだもんね。ほう、何がいいの？で、もう情けか。お、家の中に入んの？ほう、どうやって探すの？母さんのノート覚えてないの？表紙が白っぽい革のノート。ほう、覚えてるけど、ここ広すぎ。どういうことこれ。あ、これだ。川拍子、サム見つけた。マジで。裏返す。違った。母さんのじゃない。徳川家康の遺産、難波健一郎、京都大学。おお。でもさっきのやつだ。読まないんだね。まあ、ここいらのどれかなんだろうが、こんなにズケズケと来て平気なの？またメモかな。
エディへ、今ペルーにいるよ。手紙が無事に届くといいな。ここには郵便局がなくて芝生でできた短い滑走路しかないし、ボートも随分のんびりなのがマヌー川を走っている。昨日のあのホエザルをお前にも見せたかったな。表情豊かで好奇心旺盛で鮮やかなオレンジ色の動物なんだ。あの吠え方はまるでハリケーンとライオンのおたかびが混ざったみたいだね。禁止されていなくて危険じゃなければ一匹ペットとして連れて帰るんだけどね。母さんは明日のジャングルへの遠征に向けた準備で忙しそうだ。そこで調査は終わるはずだよ。母さんがお前によろしくと言ってたよ。お前がもう少し大きくなったら一緒に旅に出て、お前自身の目でこの広い世界を体験するといい。おばあちゃんと仲良くしてしっかり勉強してれば1ヶ月後には会えるぞ。またな、父さんより。家族揃って冒険家みたいな感じかな。どういう箱？家にいつもあった。本当、父さんよく言ってたっけ。来月にはまた引っ越すんだから箱から出すなって。ああ、ムカつくやつだったな。ってことはこれはあれか、実母の家か。こっち側には他に三角はなさそうだな。ここで何を得るんだ？お姉様、馬鹿げてるけど、これ明王朝の壺じゃない？姉さん、明王朝の壺をそんな風に置いておくやつなんていると思うか？だよね、偽物だと思うけど。まあ偽物だろ。うん。ほう。ん？こっちじゃないってこと？それともそこは三角で開きますね。あら。ほら、一緒にやろう。いいか。ほう。なるほどね。空き家なの？ツタンカーメン。棺じゃない？ああ、見ろ。ここそこら中に似てんのがあるぞ。ほら、棺だらけだ。サム、本物だよ。ここは何なんだ？まあ、すぐにわかるか。まあだけにテロップ置かれたの初めて見たわ。これは古代ローマ3世紀4世紀頃かな。なるほどね。もうお宝だらけだ。おい、それわかるか？なんだっけ、見たことはあるんだけど。寝そべったぞ。エドルリアだ。ああ、そうだ。そう、夫と妻二人一緒だ。暗いけど結構イケてるよな。ダメ。なるほど。博物館みたいだな。恐竜の羽もあるかな。ありそうだな。さあ、一回イベント的に落着した感じか。で1階か上に上がるかどっちかの択だったな。お、もう一つあった。で、裏返す。違う。古代ペルセポリスアミール・アバッシーテヘラン大学。俺ってセンスあるだろ、昔から。まあね、その時代に洗濯機があるということでね、新しいなんでしょう、時代のね、知られざる事実をね、明らかにしていく感じ。そんなのではなくて、今どこにいて何が目的なんだ？誰でしょう？ほら、リビングストン博士だって。いいね。探索が続くのは構わんのだが、またメモか。こんな招待状もらえたらいいな。招待状、冒険家ロッジのクリスマス晩餐会、ぜひお越しください。あー、なるほどね。で、裏側には、久しぶりだね、今年こそは出席してくることを願ってるよ、チャールズ。ってことは前回行かなかったんだな。地球儀回しちゃうよね。
きな場所に行けるならどこがいい？どこでも。どこでも。うん、ならどこかな。インド。あれで宇宙海賊ゴージャスやってることでしょだよ。地球よ回れ。ソビエト連邦モスクワに行こう。入国がちょい難しいけどな。でも赤の広場は行きたい。もう一度イギリス。ウィンザー城に行けたら最高なのに。そうでしょ。おい、お前が生まれてなかったのは俺のせいじゃないぞ。俺だってよく覚えてないし、それに普通だった。はいはい、オーケー。最後にもう一回ブラジル。おお、いいじゃんいいじゃん。ジャングルには未開の地がたくさんあるぞ。毒矢を使っちゃったりする未知の民族もいるだろうね。そうだな、それも。ほう、まあ何回も回したことで少しだけそこの背景を語ってくれたみたいな。見てよ。やばい、これ返しちゃうかな。これ返さないで被ったまま行こうぜ。もう、あれかな、調べられるものも調べられなくなったりするかな。これ熱い。なんか遊び場って感じ。何よりも本。これこの前読んだ。本当か。どうすごいんだよ。西洋の女性で初めてラサに行った人。ほう、あくまでも仲のいい兄弟の話を聞いてるに過ぎないっていう認識だな。上側のフロアに行って何か違うものがあるかを探すか。なのでここの階段から、あれ行けない？お宝。え、飛行機あれじゃん。なんかあ、ネイトたちが何回か乗ってる飛行機にすげえ似てるじゃん。ってことは下で合ってるってことか。下で合っ、いや下で合ってるとは限らねえのか。いやでも進展的に考えたら、夢のない思考で申し訳ないけど、ロジック的に考えたらこのフロアだよな。いやしかしながらな、三角ボタンが出てくれんと話にならんのよ。おっと、安山のトーテム。おい、お前にはちょっと早いんだよな。まあね、こっちの部屋がまだか。お、うわ、施設の食堂にあるテーブルくらい大きい。飯はここの方がうまそう。間違いない。なるほどね。すげえ、盛大なパーティーとか開いてたんだろうな。美術品あるし、そのお金はあっただろうね。だな、パーティーやってからずいぶん経ってそうだけど。意外とこれ調べられないんだ、標本だ。まあこうやって見る分にはギリギリセーフかな、虫嫌いの俺とはいえ。これが FPS だったら怒ってるけど。よいしょ、ずっと白い背表紙の本探してるんでしょこれ。うわ、アラビアのロレンスだ。その絵が見たいんだよな。裏返せないのか。きっかけがなくてさ、しまうしかないな。何を表現したい場なんだこれは。今こっちにも何もない。なんか騎士の鎧、フランスかな。盾、うん、よいしょ。さてレコード鳴らすの。侵入のしの字もねえけど、音楽鳴っちゃったよ。定義付けだ。
またメモ。こういうの好きになったの？おいおい、俺は教養のある人間だ。手紙か？焼け残り。ぜひとも棺をアメンホテップの墓から出土した他の棺と一緒に我々の博物館に飾りませんか？不本意なのは、おっと、不本意なのは重々承知してます。我々より先に発見されたのですからね。ですがこちらの申し出はかなりいい条件だと考えておりますし、棺の価値と発掘の能力を考慮してきちんと敬意を払って取り扱い展示することを約束します。すでに何年にも及びご自宅でその素晴らしさを満喫されたきたことかと思います。そろそろ世界にその素晴らしさを共有してもいい頃合いではないでしょうか。もしご要望があればお申し付けください。あ、なんかちょっと上から目線で嫌いな手紙だね。で、流しがあって、オルガンがあり、こっち、お、また。侍。家紋わかるか？葵の紋は、なんと言わないでよ。そうだ、徳川家。当たり、すごいじゃん。自分がこういうのを発見するなんて想像できる。オッケー。母さんの紋。会話しろ。上を調べよう。これでようやく上側に行きましょうっていう方向が提示された。このパート丸々ワンチャンこの辺の捜索で終わるな。で、三角が出ない。まあドアの前に奥側だよね。特に何もなし。必然的にドアを開けることに。開かない、うん、開かない。母さんのものがこの部屋にあるかも。どうやって。なるほど。ほう、待ってよ。で、窓が開くわけでもない。そこの部屋も同様と来たもんだ。で、ここの荷物がどかせるわけでもない。おー、なんだこれ。何見てんの？あー、小窓があるね。ってことは、あそこのヘリに行ければいいわけで。おい、通気口だ。上。銃があって、これか。よいしょ。お？ああ、一緒にか。よしか。で、これをずらして、おっと、カメラ？カメラだぞ。見せて。まだ使えるな。ああ、ほら。じゃあ笑って。なるほどね。まあガンガン振ってこんなもんか。もうちょっと色出る。こんなもんでしょ。よいしょ。で、いいぞ、ここだ。ここから掴んで、で、違うでしょ。一回こう行って、あー、そこはいけない扱い。あ、上登れんのか。で、お？で、飛んで、あ、で、この剣を伝っていって、で、どこ？どうしたの？で、これ登って、赤いランプ気になるけどね。で、これで
お、開いた。よし。で、これでダクトの中に入れるようになりましたと。で、こっちか。まあ明日も見れるだろうが、その前に、あ、いけない。どうだ、ここでいいんだ。もう潜入っていう言葉をもう一回辞書で引いてほしいよ、君たちは。物音しか出せないね。で、ドア開けて、入った。おっと、こっちからもダメだ。あー、なるほど。で、写真。日本人だね。お、鍵だ。で、これで開けられるようになるはずだから、よいしょ、開通と。どうだ、ノートはないな。そっか、まあこっちにもまだドアがある。ほら、あら、待って待って。だとしたらその前に、ほう、うん、薬、痛み止めばっか。なるほど。他に、あ、紙あったわ。エブリン、この手紙を書く日が来ないように願っていた。最後に交わした言葉から僕の気持ちが伝わってくれればと思っていた。執着な連絡を、無視し続けることでいつか真意を汲み取ってくれると願っていた。娘に小切手を送ったと知り、あなたのような人にはあれでは伝わらないのだと思い知ったよ。金には困っていないし、そもそもあなたのお金はいらない。あなたの援助なしで問題なく家族を養っていける。見かけ倒しの行いで関係を修復するふりをするのはもうやめよう。あなたが父さんの葬式に来なかったことで僕らの絆に残された最後の望みもついえたよ。父さんは息を引き取るその瞬間まであなたを愛していた。僕は違うけどね。生涯をかけて探し続けたものとともに平穏に過ごせるよう願っているよ。でも僕や僕の家族には二度と連絡しないでくれ、エドモンド。悲しいな。離婚したんだね。離婚したんだね。で、鍵が手に入ったから、その奥も調べられるという寸法かい。よいしょ、そういうことだね。元だらけだな。そんじゃ探すか。よいしょ。うわ、お、カサンドラ M。サメ、何かあったか。これだよ。黄金の楽園。ほう。エブリンはあるコレクターから18世紀の大量の資料と一緒に海賊史の書版を購入した。その中でジョセフ・バーンズという男の興味深い手紙を見つけた。バーンズはヘンリー・エブリーの船の乗組員だったことを語っている上に、エイブリーの膨大な、莫大な財宝のありかをほのめかす記述があった。黄金の楽園なんてそれ以外考えられない。もし監獄からこの手紙を送ったのだとしたら、財宝はバーンズの元になかったことになる。となるとどこに。すべての始まりまで遡るしかない。ヘンリー・エイブリーのガンズ・ウェイ号襲撃だ。え、ジョセス・バーンズ。え、地図のメモ、最後に目撃された場所、上部のメモ、このマークは何。うわ、ヘンリー・エイブリー、ガンズ・ウェイ号襲撃。おい、どうしたんだ。これは見覚えないな。ああ、俺も。でも間違いなく母さんの死だ。手を上げなさい。うわ、ゆっくり。おいおい、落ち着けってば。それは何。おい、こいつに銃を向けるな。本を返しなさい。ああ、分かった。ほら、
こうするしかない。どうする？そうね、まずは、警察をね。具合悪そうだし、無理しない方がいいんじゃない？止まって。子供を殺すなんて後味が悪くないか。私だってできるなら撃ちたくないわ。大したことしてないって、遊んでただけだ。悪いことをしたらみんなけじめをつけないといけないのよ。こいつは見逃して、母さんの形見を見せたかっただけなんだ。悪いのは連れ込んだ俺だろ。何？だから悪いのは俺だって。いえ、あなたたちの母親。ああ、そのノート母さんのだよ。カサンドラ・モルガンの子供なの。ああどうも。なんてこと。撃つとこだったわ。なあ、ほら、とりあえず銃置いて。頼むよ。知り合いなの？雇い主よ。あなたのお母さんのね。私はコレクターなの。ご立派なコレクションだこと。で、母さんは何してたの？あの人は私が知る限り最高の歴史家だった。本当に惜しい人を亡くしたわ。でもあの病気が。ごめんなさい。いや、平気だよ。昔のことだし。この中でも特にこれが一番の発見だったわ。偉業を成すのも小さな一歩から。フランシス・ドレイクだ。昔から家族が集まった時は歴史の話ばっかだった。本当に変わった家族さ。お母さんから聞いたことはある？フランシス・ドレイク卿の子孫のこと。子孫なんていないでしょ。ああ表向きはそうなっているわね。でも私たちは疑っていたの。しかし海賊の秘密を探るのも途中で諦めなければならなかった。うまくいかない人生ね。ごめんなさい、年寄りの独り言よ。ほら、これはあなたたちが持っていなさい。いつかあなたたちがお母さんの意思を継ぐかもしれないわね。ああ、そんで帰ってもいいかな？警察のことは任せて。案内しなくても帰り道は分かっているわよね。ほら、ありがとう。散らかしてごめん。ほら、行くぞ姉さん。さあ。大丈夫？おい、マジかよ。嘘だろ。なあ、おい、おい。サム？お
おっさん、警察だぞ。どうしました？逃げるさ。ねえ、なんとかしないと。さっさと逃げるさ。見殺しにするわけ？俺たちじゃどうにもできない。逃げないと警察に捕まるぞ。そしたら奥さん。姉さん、逃げるんだ、すぐに。窓だ、来い。よし、上の階を見てこい。お前、一緒に来い。了解。ここで止めたら、俺が視聴者なら怒るから止めるね。というわけでございまして、お時間も30分過ぎてるぐらいのところなのでね、今回はこの辺で、また次回この物語続き一緒に見ていきましょう。超気になるね。というわけで、ここまでの私、ヤガミンこと、ヤガミンハイデがご案内しました。ではまた次回動画にて、See you next time, stay tuned! バイバイ!